皆さんこんにちは。海上幕僚長の酒井です。今年は海上自衛隊創設70年目にあたり、海上自衛隊として20年ぶり2回目となる国際観艦式を挙行します。今回の国際観艦式は、海上自衛隊艦艇はもとより、海上保安庁巡視船、西太平洋海軍シンポジウムに加盟する各国海軍の艦艇航空機が参加します。まさに本キャッチフレーズの期待に応えられるものと確信していますので、どうぞお楽しみください。それでは国際観艦式の始まりです。しっこよーい。令和4年11月6日、まさに秋晴れとなりました。神奈川県相模湾を航行する海上自衛隊護衛艦いずもよりお送りしております。国際観艦式のライブ配信が行われる中、護衛艦いずもの艦橋では、隊員たちが周囲のあらゆる動きに気を配っています。特別な日ではありますが、通常通り任務が遂行されています。しかし、日頃の任務とは違うことが一つあります。これから岸田文雄内閣総理大臣が乗艦します。午前10時10分、岸田総理を乗せた海上自衛隊の航空機が姿を見せました。まもなく岸田文雄内閣総理大臣を乗せた海上自衛隊の掃海輸送ヘリコプター MCH-101 が着艦します。指揮官は第111航空隊司令一等海佐佐藤智明、パイロットは第111航空隊三等海佐竹本哲郎です。ただいま岸田内閣総理大臣が乗艦されました。今この瞬間から令和4年度国際観艦式が始まります。栄誉礼は自衛隊を公式に訪問した高官に対し、隊員が敬意を表すために行う儀式です。国賓が来日された時にも行います。本日岸田総理に対し栄誉礼を実施するのは、海上自衛隊の横須賀地区から選抜された若い隊員たちです。
ではこれから始まる令和4年度国際観艦式について簡単にご説明いたします。まずは岸田文雄内閣総理大臣を乗せたこの出雲を含めた4隻の護衛艦が西の方向へ進んでいきます。それとすれ違うような形で34隻からなる艦艇部隊が東に進んでいきます。この東に向かう艦艇部隊は出雲とすれ違う際、岸田内閣総理大臣に対して敬礼を行います。たくさんの護衛艦と潜水艦、さらには今回海外から招待しました多くの艦艇を見ることができます。その後航空機の編隊が出雲の上空を飛行します。関越艦岸田総理が甲板右舷に設置された関越台に到着しました。参加各国参謀長とともにここから関越をいたします。海上自衛隊の艦艇の登場に続いて護衛艦足柄に率いられて外国艦艇が登場します。まず先頭を航行するのは護衛艦朝日、長崎県の佐世保を母港として活動しています。朝日型護衛艦の一番艦で潜水艦に対する戦闘を重視しています。続いて護衛艦あたご、京都府の舞鶴を母港として活動しています。あたご型護衛艦の一番艦で海上自衛隊が保有する8隻のイージス艦のうちの1隻です。イージス艦はミサイルの迎撃等防空能力に秀でています。続いて護衛艦最上、同じく横須賀を母港としています。最上型護衛艦の一番艦であり今年デビューした最新鋭の護衛艦です。護衛艦と掃海艇両方の任務ができる装備を保有しています。これからの活躍にご期待ください。続いて護衛艦熊野、同じく横須賀を母港としています。最上型護衛艦の2番艦であり姉妹揃って初めての晴れ舞台に立つことができました。続いて練習艦島風、広島県の呉を母港としています。特徴として前後に大砲を装備しており、イージス艦が登場するまでは防空の要として活躍していました。令和3年3月に第一線を退き、現在は隊員の育成を任務とする練習艦として活躍しています。続いて補給艦近江、長崎県の佐世保母港としています。マシュ型補給艦の2番艦であり、海上自衛隊が保有する5隻の補給艦の1隻です。補給艦の任務は洋上において護衛艦に燃料食料等を補給することで艦艇の継続的な活動を可能としています。続いて輸送艦国崎、広島県の呉を母港としています。大隅型輸送艦の3番艦であり、艦内には LCAC といわれる輸送艇2隻を格納しています。また後部には2機のヘリコプターの発着場があり、全部には車両等を積載できるスペースを確保しています。さらに多くの陸上自衛隊の隊員や装備品を輸送することができます。続いては掃海母艦文吾、同じく呉を母港としています。浦賀型掃海母艦の2番艦であり、掃海母艦には司令部機能と掃海艇に水や食料を受け渡す補給機能を備えています。続いては掃海艦淡路、神奈川県の横須賀を母港としています。淡路型掃海艦の一番艦であり、大きな特徴は船体が繊維強化プラスチック FRP で作られていることです。木で作られた掃海艇に比べ船としての寿命が2倍も伸びました。ここからは祝賀航行部隊として外国艦艇の登場です。最初のグループはオーストラリア、ブルネイ、カナダ。率いるのは護衛艦足柄です。長崎県の佐世保を母港としています。足柄という艦名は旧海軍から数えて2代目となります。オーストラリア海軍駆逐艦ホバートです。ホバートは2017年に就役したオーストラリア初のイージス艦です。同じくオーストラリア海軍フリゲート艦アルンタ、艦橋後方にある塔状の構造物が大きな特徴です。同じくオーストラリア海軍補給艦ストルワートです。
ストルアートはスペインの造船所で建造され、2021年に就役しました。同じくオーストラリア海軍潜水艦ファーンゴム、1998年の就役時から女性も乗り組んでいます。ブルネイ海軍哨戒艦ダルエーさんです。全長80メートル、排水量1625トン、ブルネイ海軍が保有する主力艦艇の一隻です。カナダ海軍フリゲート艦バンクーバーです。艦名は2010年冬季オリンピックが開催された都市名に由来しています。この都市名はイギリスの探検家ジョージ・バンクーバー氏の名前から来ています。同じくカナダ海軍フリゲート艦ウィニペグです。艦名はカナダ南部の都市名に由来します。続いてのグループはインド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランドです。護衛艦瀬戸切が先導します。瀬戸切は京都府の舞鶴を母港としています。艦齢30年を超えていますが、乗員の高い整備能力により第一線で活躍しています。インド海軍フリゲート艦シバリクです。ステルス性に優れた艦艇です。同じくインド海軍コルベットカモルタです。ステルスデザインを大幅に取り入れたインド海軍の新鋭艦です。インドネシア海軍フリゲート艦ディポヌゴロです。艦名はインドネシアの歴史上の人物に由来します。マレーシア海軍フリゲート艦クランタンです。艦名はマレーシアの州名に由来します。ニュージーランド海軍補給艦アオテアロアです。ニュージーランド海軍の中で一番大きな艦艇で、南極等の寒冷地でも運用できるよう特別な防寒技術を備えて設計建造されています。外国艦艇最後のグループはパキスタン、韓国、シンガポール、タイ、アメリカです。先導するのは護衛艦仙台、京都府の舞鶴を母港としています。阿武隈型護衛艦の4番艦です。艦名は鹿児島県を流れる仙台川に由来します。パキスタン海軍フリゲート艦シャムシールです。艦名は12世紀にペルシア、現在のイランで誕生した湾曲した剣に由来します。同じくパキスタン海軍補給艦ナスルです。中国海軍が保有していた風鎮型補給艦を取得し運用しています。続いては韓国海軍補給艦ソヤンです。韓国海軍は2015年以来7年ぶりの参加となります。シンガポール海軍フリゲート艦フォーミダブルです。令和元年度艦艦式参加のため横須賀に来航しましたが、台風19号の影響により艦艦式が中止となりました。前回のリベンジを果たすため再度来てくれました。タイ海軍フリゲート艦プミポンアドゥンヤデードです。艦名は前国王の名前に由来しています。続いては米海軍巡洋艦チャンセラーズビルです。艦名は南北戦争のチャンセラーズビルの戦いに由来しています。艦艇部隊の最後を締めくくるのは海上保安庁の巡視船伊豆です。横浜海上保安部に所属しています。海上保安庁初の災害対応型巡視船として建造されました。さてここからは航空部隊に移ります。先頭を飛行するのは厚木航空基地所属 P1 哨戒機です。続いては SH60K 哨戒ヘリコプターです。続いては陸上自衛隊 AH64D 戦闘ヘリコプターと CH47JA 輸送ヘリコプターです。
続いては初参加となります陸上自衛隊 V-22 輸送機です。続いては US-2 救難飛行艇です。続いては P-3C 哨戒機です。続いては初参加となります航空自衛隊 C-2 輸送機です。続いては航空自衛隊 F-2 戦闘機です。続いては同じく航空自衛隊 F-15J 戦闘機です。続いては米海軍 FA-18E 戦闘攻撃機です。続いては米海兵隊 F-35B 戦闘機です。航空部隊の最後を締めくくるのはフランス海軍ファルコン200哨戒機です。さてここからは日頃の訓練の成果をお見せする訓練展示のスタートです。まずはじめは潜水艦の浮上潜航です。続きまして航空部隊の展示訓練に移ります。まずは P-1 哨戒機による IR フレアの発射を行います。このフレアは相手のミサイルが目標と間違ってしまうという優れものです。続いては準国産救難飛行艇 US-2 が離着水を行います。通常は風に向かって着水しますが、本日は着水方位が決められているため非常に難易度が高い着水となります。続き離水します。およそ時速100キロで海から飛び上がる雄大な姿をご覧ください。いよいよ訓練展示も最後となりました。航空自衛隊のブルーインパルスの登場です。以上で訓練展示が終了しました。まもなく岸田内閣総理大臣による訓示が行われます。本日数多くの国々から艦艇および航空機のご参加をいただき心より歓迎いたします。この機会を捉え我が国そして自衛隊との信頼関係をさらに強固なものとすることを期待するとともに、自由で開かれたインド太平洋の実現のため皆様の国々をはじめ諸外国との協力関係を一層深めてまいります。
今回の国際観艦式を主催している海上自衛隊の皆さんに一言申し上げます。皆さんの日々の強い使命感には心から感謝します。私は自衛隊最高指揮官として皆さんのことを誇りに思います。皆さんは我が国周辺での警戒監視に日夜高い緊張感を持って臨んでいます。また民間船舶の安全確保のため日本を遠く離れ海賊対処活動や情報収集活動を行っています。ご家族と離れ長期間にわたり雨の日も風の日も最前線で任務にあたる苦労は計り知れません。しかし皆さんの努力の積み重ねがこの国のそして地域及び世界の平和と安定につながっています。皆さんが備えることで国民が日々憂いなく過ごすことができています。厳しさを増す安全保障環境の中にあって国民の命や暮らしそして我が国の領土領海領空を断固として守り抜くとの決意のもとより一層鍛錬に励んでください。最後にご家族の皆様に対し隊員所管に対する常日頃からのご支援に心から感謝を申し上げ私の訓示といたします。令和4年11月6日自衛隊最高指揮官内閣総理大臣岸田文雄。こうして令和4年度の国際観艦式はその幕を閉じました。岸田総理は再び海上自衛隊の航空機に乗り込みこの後航行中の米海軍の空母ロナルド・レーガンに向かいました。皆様いかがでしたでしょうか。この日のために海上自衛隊では1年以上前から準備を行ってきました。この華やかな舞台とは違いこの瞬間も海上自衛隊の艦艇や航空機はこの国を守るため人知れずどこかで任務を続けています。この国際観艦式をきっかけに少しでも海上自衛隊のことを身近に感じていただけたら幸いです。国際観艦式の様子はいかがでしたでしょうか。海上自衛隊は盛況即応の旗印のもと持久力およびスピード感をもって我が国の防衛地域の平和と安定そして自由で開かれたインド太平洋の実現に向け日々努力していきます。それでは皆さんまたどこかでお会いしましょう。創設70周年である今年、海上自衛隊では国際観艦式をはじめ多くの行事を実施してきました。海上自衛隊創設70周年の記念式典を挙行できますことは隊員一同深く喜びとするところであります。
海軍シンポジウムは多国間海軍協力の枠組みであり、本年は議長国として27カ国の各国代表と相互理解を深めました。